京都機械工具。京都機械工具株式会社。京都機械工具。略称。KTC は京都福瀬郡組山町に本社を置く工具メーカー。創業は1950年。製品の品質の高さに定評がある。2013年現在、陶器場は京都市伏見区下戸場に本店があるが、実際の業務は組山町で行われている。 1950年に第二次世界大戦前より京都機械工具として日本海軍航空隊への工具の納入に携わっていた斉藤貴一、山崎総二郎、宇木正幸の3名が独立し創業。トヨタ自動車の車載工具として採用されたことをきっかけに業界で確たる地位を築き、日本の上質工具の代名詞とも言われる。 その後の日本の自動車産業の発展と同時に、KTC の業績も向上していった。当時、通産省有料自動車部品永久認定と、防衛庁銘柄指定も受けている。日本を代表するハンドツールメーカーで、同社によれば、アイテム数、生産量ともに、国内ナンバー1を誇る。KTC、ネプロスブランドの工具や、関連商品を製造、販売している。 京都ツールと略されることもあるが、一般的には同社の代表ブランド名であり、略称の KTC が使われており、1950年代の製品にも京都 KTC の刻印が見られる。他国の老舗工具メーカーと比較すると歴史は浅いと言えるものであるが、製品の品質を維持するため、下請けを使わず、自社工場での一貫生産を行うなどし、 熱間炭造技術は世界でもトップクラスと評され、日本のメーカーならではとも言える高い品質管理に定評がある。表面仕上げはなしじを基本としているが、ナプロスシリーズなどでは、表面仕上げを採用。規制の製品のほか、特注にも対応。2013年現在は、製品の幅を自転車用工具にまで広げている。 またその高い技術力が評価され、2010年までに76カ国から、見学者が訪れている。東京証券取引所、第2部上場、証券コード5966。戦前から工具を製造し海軍に納入していた、染色機械工具メーカー、京都機械に、ルーツがある。創業者の一人である、斉藤慶一は当時津田駒工業のエンジニアであったが、 派遣されていたボンベイで、京都機械株式会社の製造部長と知り合い、壊れて1939年に、京都機械へ入社した。山崎総二郎も病を患い海軍交渉を退職した後、2年後となる1939年に、同社へ再就職。宇喜真幸は、日中戦争から復員した1942年に、同社に入社。以上の三人は、技術者であるが、 藤田栄一は営業畑の人材であり、1941年に同社に入社。ただし1950年には退社している。京都機械は日本が戦時職を強めていくにつれ、戦色機械はあまり作られなくなり、1939年には日本海軍航空隊の用いる整備分解工具の専門工場となる。最盛期には3000人を超える人数が勤務しており、 外注先も100社を超えたという。1945年の廃戦以降も京都機械、工具は続くが、創業者たちは、アメリカ製のソケットレンチやスウェーデンのバーコ社の高品質な工具に感銘を覚え、同社に一流志向が生まれた。山崎はその頃いち早く自動車の生産再開に着手していたトヨタへアプローチし、車載工具としての採用を取り付けていた。 しかし1950年頃、不況により、京都機械工具は工具部門の整理縮小が行われることとなった。斎藤、山崎、宇宙は独立の決意を固めるに至った。1950年5月、斎藤、山崎、宇宙の3名は京都機械を退社。京都市南区比例城町に24坪の工場を借り、創業者3人。 京都機械からの遺跡が4名、さらに工場の貸主である、傍車から1名、合計8名で創業した。なお藤田は創業者らの説得により、別の企業に在籍したまま、社外役員として、経営に参加する。6月には、社債工具の低価格化を狙うトヨタが、納入元を京都機械から京都機械工具に切り替える。その後、朝鮮戦争特需により、 自動車業界と足並みを揃えるように、京都機械工具の業績も右肩上がりとなる。1950年8月2日、京都機械工具株式会社が正式に発足。資本金は100万円。社長は斉藤が務めた。当時はスパナを手掛けていたが、工程のすべては外注であった。なお製造と販売は分離しており、販売は、富士田の在籍する経過産業に委ねられた。 当時の商標は、K の字を円形にした、項の字で囲ったもの。項の字が二重丸に見え、二重 k 丸として親しまれた。京都機械工具は1959年、職場災害の同数率38.49、強度率7.57と、三端たるありさまであり、1960年には、当局から特別安全指導事業所に指定されてしまっている。 同社は安全委員会を発足させるなどし、3年後には、度数率2.09、強度率0.05にまで低下させることに、成功した。1962年には、京都労働基準局長安全有料賞。1969年には、労働大臣安全進歩賞。1972年に、労働大臣安全有料賞を受賞している。京都機械工具社氏によれば、 同社の製品は質実剛健で実用本位なヨーロッパ製工具とメッキでピカピカに光るアメリカ製工具の調子をミックスしたものであるという。デラックスツール1981年創業メンバーの一人である斉藤が著名な上質工具メーカーであるスナップオンを意識しそれに負けない品質の工具を作ろうと考えた。それがデラックス工具ツール D ツールである。 京都機械工具社誌によれば、計画の実施は1982年3月となっている。翌1982年、これはツールセーフという名で工具セットの形で発売、当時10万円の価格であったが、シリアルナンバーのついた限定の3000セットはあっという間に完売した。これを紹介した文献では、幻の D ツールと銘打っている。また、 ツールを収納する箱のデザインにもこだわったものであった。ちなみにラジェットレンチは1950年代のスナップオンのそれにそっくりであったという。特徴としてはコストを度外視し品質を追求。従来工具にはニッケルクロームバナジウムを用いていたものにモリブデンを配合。クロームメッキの仕上げには一本一本を手で磨き上げるという念の異例ようで、 工具評論家の高野僧によれば、スパナなどは当時の日本製の工具としては信じられない薄さのものであったという。この D ツールが後のミラーツール、ネプロスの誕生のきっかけとなる。1982年発売、創立35周年記念品でもある。鏡面仕上げされた工具で京都機械工具によれば世界に飛躍する KTC をコンセプトとし、 整備作業を終えた後に工具の油汚れを拭き取った時に工具が美しく輝くことでプロメカニックのプライドを満足させようという狙いもあった。主力市場はプロのメカニックであるが日産自動車の最高級車にも搭載されていた。高野層によれば工具に美しさを追求したミラーツールは日本国内の工具市場に衝撃を与えたという。やはり スナップオンを意識しているとしているが、当時の k t e はまだ鏡面仕上げの技術が未成熟であり、時期焦燥であったと評価されることも多いという。限定品の木柄モデルのラチェットレンチもあり、これには2005年現在、プレミアムがついている。ミラーツールは1998年まで生産された。ネプロス、ナプロス、またはミラーネプロスは、 ミラーツールの後を受けた同社の最高級ブランド。創立45周年を記念し、1995年発売。なお、ネプロスは、ニュープロフェッショネルサティスファクションのイニシャルを取ったもの。より強い、より使いやすい、より美しいをコンセプトに開発されたもので、鏡面仕上げを施された光沢を持つ地肌が特徴。KTC は、 工場内に大規模なメッキ設備を持っており、そこでメッキが行われる。工程は、セラミック製の石と研磨剤の入った容器の中で、工具を泳がせ、表面を研磨する、バレル処理の後、半光沢ニッケル、光沢ニッケル、クロム、と、三層のメッキ処理が行われる。なおネプロスについては、その美しさがためか、それが本体を傷つけないように、 千番加工時に削られたクズが長く伸びず、プツプツと途切れるように原料を配合したという伝説がある。京都機械工具社市によれば、産業特使工の協力のもと、3年を費やし、新しい特使工5 g q を開発したという。また真空焼き入れシステムや、硬質系クロームメッキなどの新技術が導入されている。本製品の一部は1995年の、 グッドデザイン賞を受賞した。また、1994年には、鈴鹿サーキットの公認工具に指定されている。また、2000年時点で、ネプロスは350種のラインナップがある。求められる最小限の強度を保ちつつ、極力スリムに、軽く、コンパクトに仕上げた、スパナレンチ類。通常のサイズの工具では届きにくいところに用いる、ことができる。 プロのメカニックを意識した製品。そのため、カタログにおいても、強度周りの注意書きが複数見られる。ネプロスケートの開発人が意識していた、海外メーカーはスナップオンであるが、プロフィットツールの開発人が意識したものは、ドイツのスタビレーであると高野総は紹介している。また、愛用者は、強度以外は最高のフィーリングだ、と絶賛するものが多いという。 同社のスタンダードブランド、スパナ、ソケットレンチといった一般的な工具から、プロの自動車整備士が使用する専用工具まで3000種類以上の商品をラインナップしている。ホームセンターなどでも簡単に手に入り、国内ではプロアマチュア問わず広く使用されている。2000年代に入ってからは、全面的なリニューアルが行われた。創業50周年を記念し、 2003年4月に本社と同住所に開館した。展示品は2010年現在、KTC のラインナップのほぼすべてに及ぶ3000点。世界各国から多くの見学者を集めている。実際に工具を触ってみることができるほか、社員などの研修にも利用される自動車用のピットも用意されている。また、KTC の歴史についての展示も行われている。 その他小学生の見学向けと思われるガチャポンも用意されている。なお、見学は無料であるが予約制である。各モータースポーツチームへの協賛を行っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。